今日もよろしくお願いいたします。
ィアードグループっていう曲を今演奏しました。スプレーヤー、ケニー・ギャレットっていう超有名なプレイヤーがいますけど、その人の曲なんですけど、で、ちょっとすいません、結構この演奏時間をすごい二部編成だったりするので貴重なんで、もうほぼ曲ぶっ通しでやって、あっという間に時間経ったらセカンドねみたいな多分感じになると思うんで、もうとにかく耳でっていうか、もう体動かしてでもいいんで楽しんでてください。もう僕もそんな感じでいきたいんで、まあ次ちょっとだけなんかなんてこうクールな感じのちょっと一個挟もうかなと思います。1曲目だけ言いますね。タングツイスターって曲、マルグルミラーってピアニストの曲なんですけど、聴いてください。大丈夫ですか？サンドラップしていません。Thank you.
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 全員メンバー揃いましてというかジャズストーンだね、はい、全員メンバー揃いましてまずジャズストーンの演奏を楽しみたいと思います。
Thank you.
Thank you.
ジャズ研究会全員メンバー揃いました。今日はベース2本ということでね、低音マシマシで来ていただきたいと思います。前に告知をさせてください。ですね、明日新潟市でですね、フラワーポップというお店がございまして、東区のフラワーポップという最寄り駅は大型駅でフラワーポップで、あれは長岡から今東京に出ているんですけど、今何歳だっけ、18歳、大学1年生で、ね、東京まで出たばっかりなんですけど、すごいドラマが長岡に隠れてまして、彼が、東京から今冬休みで帰省で、春休みで帰省に帰ってくるので、ライブをしようということで、明日フラワーポップでやるんですけれどもメンツがね、なかなか、まあ、サンセクションでいましたね、ケンケン、あとヨッシー、ご存知の方はね、知ってるかと思いますけど、新潟で活躍して、なぜか新潟で活躍しているヨッシーというサックスプレイヤーと、本セクションで、ね、そうかもしれない宮沢さんとかね、あとオーナーさんという、4冠、さらにリズムセクションが僕ベース弾きまして、アルトがピアケンバー弾きまして、ショバがギター弾きましてなぜ笑う、ボーカルにね、MK という、新潟古町を代表するです、チャカガンの古町に住んでるお店やってます、素晴らしいブラックソウル、シンガーを携えまして、で佐藤紫音をドラムに迎えまして、めちゃくちゃやばいライブになると思いますので、ソウル、ファンク、なんかこう踊れる曲が大好きな方はぜひ明日、ぜひ東のフラワーポップ、夜6時かな、7時から6時か7時ぐらいそう、みんなでダンスする、ダンスができるようなライブでございますので、行くんだわ、それ、行きますか、ありがとうございます。ぜひぜひ東区フラポクまで足を上げてください。もう次の日、今日は、じゃねえや、明後日、ここでセッションするの、あー、そうです、ですって全然だわ、告知クックデルクオーダーさんの、セッションが不定期で行われてまして、ジャムセッションが、明後日です明日はこっち来て、東区行って、で明後日は長岡に戻ってきて、長岡に、私長岡の人間なんで、ぜひ遊んでください。2時から6時あ、違う、3時から、昼3時から6時まで3時間やっておりますので、ぜひ楽器、歌の方はぜひ遊んでみてください。じゃあ次に、最後大事なとても大事なライブの特徴、ペイペイからどうも。あ、どうも、3月20日なんですけど、多分新潟で最初で最後の、とんでもないビッグバンドやるんで、ジョイアミアで、昼と夜の2つあるんですけど、両方、もう迫力満点で、とんでもない、ゲストも呼んでやるので、ぜひ、ジョイアミア、昼の部は1時から演奏で、夜は6時からということで、祝日3月20日に、ございますので、ちょっと実は私も サラリーマンで、もう皆さんもなんかザーザーしてるかもしれないですけど、ちょっといつどう言われるかわかんない状態なんですけど、もしかしたらちょっともう今年度が最後かもしれないので、もうちょっとやれるものは全部かまそうという感じで、ちょっとね、やるんで、菅原健ビッグバンドという名で最後はやろうかなみたいな、ちょっとね、興味ある方はぜひご予約お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、では以上です。リズム隊これですね。あ、そうそう、リズム隊はこれ、もうさっきから菅原健方法ですね、出ます、でしょうちゃんも出ます、はい、というわけで、最後の曲を全員勢ぞろいいたしましてお送りしたいと思います。ウェイン・ショーターのウィッチハント、Thank you.
Thank you.
ありがとうございました。メンバー紹介もありました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。コンベストナイトベイおさすがけんおさすがけんおさすがけんどうもありがとうございました。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 今日おそらくカクテルでこのメンバー全員できるのはもしかしたら最後かもしれないですね。こいつ次第。そうなんですよね。転勤はまあ皆さんご存知の通り東京から転勤してまいりまして、今年でも3年目になりますね。で多分もう 99.9% 転勤の可能性がございまして、北海道に行くか沖縄に行くか分からないですけど。どういやいやいや。まあね、峠に行くか近くに来る、まだ近くにいてくれればね、まだ新潟にも縁が、まだまだこれからも続くような気がしますけど、とりあえずね、もう転勤が間近に、まだ決まってないんですけど、何にも決まってない、まだ何にも決まってないらしいんですけどね、おそらく転勤になってしまったら今日が最後なのかなということで、ね、うん、ね、本当俺もそう、みんなそう、みんなそう。というわけで、まあ、まあ、実質、菅原健菅原健さよならライブボリューム 2.3 2.32 ぐらい、これでマジ残留だったらマジ最悪なんだろ、去年もやったからね。そう、去年もやったからなくなるっていう、もう、もうそうそう、全く同じことなんですけど、まあ、今年はね、本当に可能性が高いというわけで、今日はね、おそらくね、カクテルさんでやるの、ケンケンがやるの、この編成でやるのね、おそらく最後かもしれない。もしかしたら、まあ、ドスニーが帰ってくるでしょ。どうせ帰ってくることを願いまして、じゃあ最後に1曲全員で、お送りしたいと思います。これはワトフィーキーじゃない、はい、メンショーカー、同じくメンショーカー、同じくのメンショーカーで、同じくのメンショーカーで、ワトフィーキーとかね、そうそう、ワトフィーキーがいいんですね。ワンバイワン最後お送りしたいと思います。
Thank you.